やっほこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はですね、皆さん、ヒカルちゃんがやってくれました。ケプラのヒカルちゃんが NCTU のミスフィットですね、こちらを週刊アイドルという番組で披露したみたいで、まあそのラップカバーがやべえぞということで皆さんからご連絡をたくさんいただきました。早速ね、私も見たんですけども、もうぶち上がり、もうそれしかなかったので、ちょっとこれは皆さんに共有したいなと思って動画を撮っておりますということで、早速見ていきましょう。いや、うちらさんもうバキバキのねラップを聞きたいんだよね、ヒカルちゃんのね。やっと聞けるんだよね、嬉しいわ。완전찰떡소년이아닌데ね、てかマジね、ゼアのガンヒとかさ、え、マジ久しぶりすぎないね。今の子たちってどうなんだろう、ゼアどれだけ知ってんのかな、わかんないんだけど、俳優さんとかではみんな見たことあるかもしれないよね。あの、シワンくんとか、ヒョンシクくんとかね、多分そこら辺見たことあるんじゃないかな。で、ちなみに私すごい好きだったのが、ケビンくんですね。ボーカルが一番上手だった子、もうめちゃくちゃうまい。マジでめっちゃうまくて、すごいね、声大好きでした。っていうところで、ゼアの話はいいんですけれども、現在週刊アイドルの MC はグアヒくんっていうところなんですね。結構 MC 変わってないっていうイメージなんだけど、どうなんだろう。ね、오늘저에게어떤랩을들려주실예정인가요 NCTU 선배님의 네 Miss Fit 라는 네 マジさ、この曲選ぶってなかなかいかつくない？なんかすごいキラキラ可愛くてさ、こうバブバブしてるようなヒカルちゃんのアスリートな部分が見えるっていうかさなんかどっちかって言うと私ヒカルちゃんアスリートだと思ってるので、いかついよね。あと、レビー、あるじゃないよ。あと、おのが、おいま、ひんじいげっす。めっちゃ難しい。私もさっきこれ聞いたんですよ。さっき聞いて、あ、原曲こんな感じなんだと思って、今聞きます。はい。すげえ楽しみ。で、おとんレビーなおうち？ファイティング！ファイティング！ヒカル！何今？なんか宿らしたのかな？レゴ！レッツゴー！レッツゴー！ちょっといい？え？まずさ、シーンクソ強くない？待って、無理。なんかね、マーク氏とかに感じていたシーンの強さみたいな。やばくない？待って、ここ、もう初っ端から、パーネンソーリプーニンプラット、もう P ね、P、P のシーン。で、で、次のさ、ネゲタッキドみたいな、ダッキドってとこ、ここすごくない？ネゲタッキド、タッキド、ウォールーブンブラック、ルーブンブラック、オマイガーシボナソリプーニンプラット、ネゲタッキドジョネ、ボドルーブンブラック、イビチョクボロジネ、イジェプーニン。イビチョクボロジネ、イジェン。ワオ、やばいね。プニキパック。つえーやばーい。ハギルリテドヌヌドゥオダイエツ。ワオ。ここやばいよね、これ。マクちゃんのパートだよね、ここね。うん、マクちゃんの聞いたんですけど、マジやばかったんですよ。でもヒカルちゃん、全然引け取ってないっていうか、ヒカルちゃんもね、マクちゃんもね、そんなに口でかくないと思うんですよ。なんか、すごい口がでかいっていうタイプじゃないと思うので、音がね、結構こう、ガッとまとまって出てくるっていうか、ここやばくない？メナ、イミナ、ニミナ、ニミナ、ダダ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 ダみたいな、このさ、感じ。ちょっとね、歌詞見ると、ビナミニアミニイミナニギン気分でキメチキンモダウィザービジネスみたいな、なんかこんな感じなんだよね。みんなニギン気分でキメチキンモダウィザービジネス。強すぎー、待って無理。この音の切れ方とか、これマクちゃんよくやるから、これめちゃくちゃいいよね、これね。みんなミニアミニイみんなニギンの気分のキメチキンモダウィザービジネス。こうなんかこういう感じの、すごいなんかこう、太鼓みたいじゃない？ドラムみたいじゃない？なんかすごいリズム体な感じの、この刻み方っていうのは、やっぱもう、ちょっとマクちゃん。マクちゃん！そしてヒカルちゃんっていう感じ。もうマジで強い、マジで強い。やばい。早いんだよね、しかもね。みんなミニアミニイみんなネギの気分のキメチキンのモードウィザードビジネス。これなんかあれだ。途中で飛んでるんだ。歌詞があれかな？途中で飛んでるよね、これ。なんかやってないとこあるよね。カットされてんだね。なんでカットしたのね。全部聞かせてよーね。いろいろあるのかな、権利の関係とかね。いろいろね。尺とかね。うん。ここさ、
ない。Don't stop without it, you like you are 15. え、むず、無理じゃない？ Model without a bitch, tied a little 6 feet. System, middle nowhere in stick. うん、うわ。ヒカルちゃん、これね、多分ね、マクちゃんの声いっぱい聞いたんだと思う。あのね、システムっていう発音があるんですけど、システムのシステムって、マクちゃんこうやって、トンってこうやってやるんですよ。ちょっとシステムって言わずに、なんかシステムみたいなやるんですけど、これさっきね、あの音源聞いてるときに、あー、マクちゃんっぽいなと思ってたとこなんですが、ヒカルちゃんのね、システム聞いて。システムってやるでしょ。これ多分ヒカルちゃんすげーマクちゃん聞いてると思う。まあこの曲に関してはどれだけ練習したかわからないけど、でも彼女がこのマクちゃん独特の発音だったり雰囲気っていうところにしっかりこう寄せて発音をしているっていうところは、もうヒカルちゃんの耳がもうそういう風な耳になってるんだな。それを聞き取れるだけのすごい、そこのこのレベルの高い耳みたいな、うん、っていうところはめっちゃあると思います。これシステムミドナイインスティンク言いますよね、これね。これね、Don't stop without it, you like you, like you。 ここで上げるんでね、これかっこいいよね、わかる。はい、もうここですね、シゴペ、ここですね。ここのシのね、この引っ張り方、もうマジでマークちゃんだから、もうめっちゃコピーしてると思う、彼女。このね、コピー能力の高さってやばいと思う、ヒカルちゃん。Rude boys hit the track, she go pet。 ここのさ、she、ここの引っ張り方。シーゴッケーシーゴッケーシーゴッケーって言ってんのかな、これ。発音がどうなんだろう、ちょっとあれだけど、シーゴッペシーゴッペ、こういう感じ。このシの引っ張り方聞いて、マジでマクちゃんと一緒ですこれ。うわ、細かい。ディテールめっちゃ細かいです、ちなみにこれ。ウリンタルゲボノチンギラピッチャケ、うんって、うんまで言ってんの、これ。マクちゃん、うんって言ってんのよ、これ。ちょっと本当にこれはマジでお願いします。ウリンタルゲボノ、ここ、タとボにしっかりアクセント。はい、やばいですね。ウリンタルゲボノチンギラピッチャケ、こういう感じで、最後に、うんって言います。みんなのね、歓声が入るちょっと前のところなので、もしかしたらね、みんな聞き取れてる人いるかどうかわかんないんですけど、うんまでちゃんと言ってるの、これ、彼女がどういう能力に長けているのかっていうのが、でも一発で分かったんじゃないかな。この、とにかく、やっていること、歌手がやっていることに対して、いっぱい多分今までフィードバックしてきたと思うんですよ、自分の中で。あ、この人はこうやってるから、私はこういう風に同じようにやってみようみたいな練習、多分めっちゃしてきたんじゃないかな。だからこんなにね、マクちゃんと同じようなニュアンスが出せると思うんですよ。これやばいよ。これ普通にやろうと思ってもできるものじゃないからね。まずはアーティスト本人がどういう風にやっているのかっていうのを聞ける耳がないと無理だし、聞ける耳があったとしてもやれる、口周りだったり喉だったりとか、この筋肉だね、うん、そういうところがないと無理だから、そこに対してもう完全に彼女はアプローチかけていってるので、やばい、マジでやばい。ヒカルちゃん、もう今まで彼女が死に物狂いで多分練習してきたと思うんですよ。もうそれがもうこういうところで生きて、こういうところでちゃんと評価されてるっていう、最高です。嬉しい。もう本当に、ヒカルちゃんありがとう。ヒカルちゃんありがとう。